エゼルビブライトンどうなりそうですか、また三笘の出場機会増えますか。あのままのシステムでやるんだったら最初が3バックなのか4バックなのか分かんないですけど、幅狭くした 2-3-5 みたいな、この相手が 4-4-2 だったり 5-4-1 だったりとか、まあ、状況によって変わりますけど、それに対して5エリア取りながら2こういう形でポジションする。ただデザルビブライトの問題って、ここ繋がってなくても、この外のコース繋がってなくても内側にポジション取って、結果外にパスできなくて内側でパスワークしてるけど、ここのレイオフの質とかでなんとかできてるみたいな。ただやっぱ引っかかっちゃう時もあるからカウンタークラウンみたいな感じだから、このキーパー含めて見ると逆三角形になってみたいな形の、こういう時にちゃんとここを瞬間的に繋いだりとか、じゃあここを瞬間的に繋がないんだったらちゃんと効果上がってってピン止めした形になって、この選手からここへのパス通るとか、そういうパスの精度求められつつ、精度だけじゃ解決できない時にちゃんと 2-3 の3の選手のポジショニングが良かったりとか、こういう選手がこう釣った時にワントップ降りてきてここで受けるとか、まあそういう型にはまるっていうより型を利用するようなチームになったら強いと思いますね。ただ型にはまっちゃってる時とか戦術理解力低い選手とかだと、こういうパスコースそれだと少ないよねみたいな、極端に言うとこういう悪い時のマリノスみたいな形になっちゃう時あるから、とかアヤックスとかね、だそういうのがデゼルビーブライトンでも、デゼルビーのチームって結構サッソーロでもシャフタールでもあったから、そこがちゃんと低い位置で幅取んないんだけど、幅取んないことが理にかなってるサッカーになれるかどうかっていうのが重要なポイントだと思いますね。星を眺めばなう